はい。エッチー。お、エッチー？エッチー。僕、うん。付箋。なんかぼんやりしてますけど、付箋って何、貼るやつでしょ？よし、じゃあ、続いて下野紘の性格ね。ツンデレ、デレ多め。それ指定難しいな。どうすんだろうな。あ、ツンデレ、デレ少なめ。おぉなんだ、俺がこれ付箋じゃなければもうちょっと成立しそうだったのに。どうすんだこれ。どうなんだ。そして付箋って何？シチュエーション、お題は誰か、誰かググって BL 来たー付箋!BL 来たー付箋だーなあ、最後、付箋以外は今のところいい感じだ。完璧ですよ。さあ、普通のドラマシーンですよ。リミットは !3 分これ、シーン1とかできちゃいますよね。普通のドラマ CD の。来ちゃったよ、これ。付箋だけが悔やまれるわ。すげえな。せめてメガネが良かった。デレ多めなんだよな。よし、うん、とりあえず、まあ、付箋だけど頑張ろう。よし。よし、頑張ろう。3分だね。さっきスタッフから付箋出されたけど、付箋は知ってるよ。知ってるけど、詳しいことが分かんないんだ。キャラクターについてだったんだけど、まあ、まあ、いいや、しかない。よし、行こう。行くぞ。それでは、ツンデレ、デレ多めのエッチーと、ツンデレ、デレ少なめの付箋による、BL。用意。アクション!俺は、下野家に住んでいる、付箋。ずっと、ヒロだけを見てきたんだけど、最近この家に、越前クラゲとかいう生き物が住み始めたらしい。なんだか、そいつのことが気になって仕方ない。やはり水槽もいいものですな、クラゲ。おい、そこのお前。ん？誰かに呼ばれているような気がする。けど、僕の視界には誰もいない。誰だ？誰なんだ、クラゲ？ここだ、ここ。ん？君は、付箋？そう。俺は付箋だ。ん？付箋がなんで喋ってるんだよ。意味がわかんないよ。なんでだよ。俺が喋っちゃいけないのか。喋っちゃいけないと思うよ。なんで？だって付箋でしょ？じゃあ俺の体を見てくれ。ここに文字を書く。すごい。何でも書けるし、何でも張り付くんだ。なんか、僕ずっと水の中だから、少し憧れる。もしよければだが、お前のその触手で、俺の付箋に文字を書いてくれてもいいんだぜ。そんなこと、できるわけないだろう。別に、僕、水槽から出られないし、そんなことできないもん。できないって決めつけんなよ。俺が出してやる。やめろ体を剥がして、あ、水槽から出る、おい、あああ、意外に出せるもんなんだね。どうだ、俺の粘着力は大したもんだ。すごいね、これ。張り付くよ。お前のヌメヌメとした触手と。文字、ほら、文字書いてもいい。書けよ。早く。書くよ。早く。書くよ。濡れた。濡れてる。行くぞ。結構、すごいクラゲ。本当はこんなことするためにお前と喋ったわけじゃないんだからな。こっちだってそんなつもり全然なかったクラゲ。だけど、もしよかったらだけど、これからもよろしくな。そんなこと言われたらよろしく。なんだろうね、これ。なんだろうね。これでもさ、直接的なこと言ってない。ね。言ってないね。全部、クラゲと、付箋と、そうだよ。
そう、俺らの想像の中ではしっかり、どうなってるのか分かってたけど。そうそう。ただ、な、BL って言われちゃったし。うん。スタッフの何人かがね、顔をわからめて。熱い熱い言ってますけど。いや、だってそんなこと言われてもな。まあこれ今までで一番とりあえず、頑張った回あって。そうだね。形にはね。形にはなったね。3分にまあ収まりましたし、ね。収まったしね。うん。まともだったね。うん。よかったよかった。